近畿で最大規模となるジビエの生産拠点が宇田市内に完成し、記念の式典が開かれました。おめでとうございます。皆様、盛大な拍手をお願いいたします。市内の山あいに完成した宇田ジビエファクトリー。宇田市では鹿やイノシシによる農林業への被害が多発しており、対策として捕獲される鹿やイノシシは年間で合わせて1500頭に上るといいます。しかし、その大半が穴を掘って埋められるなどしており、処理の在り方も課題となっていました。そこで、捕獲した鹿やイノシシをジビエとして有効活用しようと、施設の設置が決まったものです。ここでは年間およそ1000頭の処理が可能で、近畿で最大規模のジビエ生産拠点となります。施設内で加工された食肉は、主に需要の高い関東方面や地元の飲食店向けに出荷する予定です。また、宇田産のジビエを材料にした加工食品をふるさと納税の返礼品にする計画で、命を無駄にしない取り組みがここから始まります。獣害対策の大きな一歩になるというふうに思っています。ここで生産されたジビエのお肉が全国で愛されるように頑張ってまいりたいと思います。